ミムチェイサーです。今回はコロコロコミックと妖怪ウォッチの4巻についているメダル、限定メダルを、それぞれ紹介していきたいと思います。まずは、妖怪ウォッチの第4巻の漫画特装版で初回限定のような形でついたロボガッパを紹介します。これが裏についていてセットになって販売されていました。これがこれだけだと通常版になります。それについていたロボガッパーホルガンにこうはまっていたんですけど、じゃじゃん、これがロボガッパです。 3DS の、 あの元祖本家で、これを読み込んで友達になるとカッパブレード、ここに書いてます、カッパブレードっていう必殺技を使ってくれるかっこいいロボガッパです。早速紹介しちゃいます。ロボット召喚の構え、ブリキー召喚であります。ロボガッパなんすか、出番すか、なんすか、出番すか、ロボガッパ、めっちゃいい、ブリキー召喚であります。ロボガッパなんすか、出番すか、いいですね。ガッパとかとは全く違って、本当にロボットの音声のようなロボガッパです。では続いてこのスイカニャン、スイカニャンを見ていきたいと思います。間に入っている付録の中に、この付録も結構すごくて、開けてみると、メダルもなんですけれども、この意外とポスターがすごい、今までに出てきた1章2章そして3章のメダルと、こちらのと Z と古典のメダルですね。それからもうこのスペシャルなのレア系のメダルだとか、おみくじだとか、ガシャポンメダルの第1弾、第2弾、第3、第4、そしてゼロ、ボリューム1と妖怪メダルガムの、全てのメダルが、メダルラムネだけかな、入ってないのが、で、もう全部見れて、これはこれですごい。そして次にあの Z& 古典の第2章に出てくるであろうというか、出てくるちょっと最新情報のメダルたちもこう見ることができるっていう、結構これはすごいかも。これ欲しいな、ガブニャン。多分これがメインなのかな、土蜘蛛とガブニャン。楽しみです。そしてこれがスイカニャン、きます、せーの、じゃん、かわいい。そしてこれが今回ついてきたスイカニャンです。かわいい、かわいすぎる、すごい。結構中コロコロの中のあのスイカニャンのお話はシュールだったんですけど、本当にかわいい、なんかめっちゃ楽しんでる、千葉ニャンスイカバージョンみたいなスイカニャンです。では音声聞いていきたいと思います。ロボット召喚の構え、ブリキー召喚であります。スイカニャン夏っぽいんですけど予想と違う、スイカニャン
なんか違う。ジバニャンっぽい感じの声を想像してたので、予想外の。夏っぽいんですけど、軽い感じですね。いやー、ちょっとニャンニャンメダルを後で連チャンで音声確認する回も作っちゃおうかな。楽しいですね、このニャンニャンシリーズが。次何が来るのか楽しみです。以上、今回は妖怪ウォッチ第4巻とコロコロコミックにそれぞれとついてきたロボガッパとスイカニャンを紹介しました。